と言ってるわけじゃなく、お客さん同士でこう雰囲気をこうね、なんかいつまでたってもこう、なんていうのかな、仏頂面とか、こう癒やす的だったりとか、ね、男性の方の特に無口だったらね、それだけでなんかこう怖いなっていう雰囲気もあったりすると思うし、まあいわゆるそのまたまた名前出して申し訳ない、父ちゃんスタンスみたいにしてね、テニスうまいけどもね、若い子が来てこうやってミスしてても、あ、いいじゃんいいじゃんみたいな感じで盛り上げてくれる人、だからなんか気を使うわけではないんですけども、まあ、そういった雰囲気にね敏感な人っていうのは大事なのかなと思いますね。はい、でその時毎回毎回違うのをね半値半掛けで買ってるわけとかじゃなくて、普通にこう自分にこう合った服とかこう服装の変化を楽しむとかで、持ち物とかもこうパッと見てあれとかね、あ、ちょっとおしゃれじゃないとかね、うん、これ具体的なことを言ってしまうと、まあ、特定されてしまうと、いろいろと気まずくはならない。作る好かれるお客さん、はい、自己肯定感を上げる定数講師加藤です。今回もよろしくお願いします。まあ今回ですけども、まあちょっと何名かの方にですねご質問いただいて、まあいわゆる転勤になったんだけどとかね、ちょっと新しくですね、久しぶりにテニススクール通おうと思うんだけども、まあどういう風にですねこう、まあ人見知りだし、あんまりこう人とね、付き合いも得意じゃないけども、なんかでもなんかこいつって嫌がられたくないからっていうので、まあ、どういうふうにですね、スクールに通えばいいのかというですね、お問い合わせいただきました。ご質問ありがとうございます。まあ、何件か来たのでね、まあ、私もちょっといろいろと他のコーチとかに見て、まあ、どういうお客さんがいいんですかねっていう話をした時に、まあちょっとこうまとまって、まあ、1,2,3,4,5、うん、5つ、はい、ベスト5形式で矢継ぎ早に早く担当直にお話したいと思います。はい、こういうボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。まあね、転勤の時期とかになったりとかね、いろいろとその家庭の都合だとかね、新たに何か始めようとか余裕ができるか始めようってなった時に、まあまあ、うん、まあこれが全てではないと思うんですけど、まあ確かになっていうところはたくさんあったので、まあ、今回はほぼ、まあ、私も同意のところはありますけども、はい、ね、他のコーチの意見もたくさん聞きましたので、よろしければ高評価ボタン、チャンネル登録ですね、全国津々浦々、世界各国から見ていただいていると思いますので、よろしくお願いいたします。まず一つ目ですね、まあ、雰囲気を良くしようとする人っていうので、まあこれも聞いてみたんですけど、まあかといって気を使いすぎるとかじゃなくて、まあありがとうございますとかね、あ、すいませんとかね、うん、愛想よくする必要はないと思うんですよ。でもなんかあるじゃないですか、例えば自分がミスした時にね、ごめんなさいとか、あ、すいません、ありがとうございますとか、場所を譲ってもらったら、まあそういう、まあ、いわゆるなんていうんですかね、自分だけ良ければいいとか、バーンって打って雰囲気悪くするというよりも、バーンって打って雰囲気盛り上げる人だったら良かったりもするし、だから雰囲気ね、だから気遣いをしろと言ってるわけじゃなく、お客さん同士でこう雰囲気をこうね、なんかいつまでたってもこう、なんていうのかな、仏頂面とか、こう癒やす的だったりとか、ね、男性の方の特に無口だったらね、それだけでなんかこう怖いなっていう雰囲気もあったりすると思うし、まあいわゆるそのまたまた名前出して申し訳ない、父ちゃんスタンスみたいにしてね、テニスうまいけどもね、若い子が来てこうやってミスしてても、あ、いいじゃんいいじゃんみたいな感じで盛り上げてくれる人、だからなんか気を使うわけではないんですけども、まあ、そういった雰囲気にね敏感な人っていうのは大事なのかなと思いますね。はい、で2つ目いきましょう。2つ目ね、自己主張じゃなく協調性、まあ、ちょっと似通ってると思うんですけれども、その自己主張ってね、例えばなんていうのかな、ダブルスでクロスのラリー展開してて、まあ、これもよくお話し差し上げますけども、その中でこうコーチもつなげてるわけじゃないですか、だからコーチをしっかりこう展開、コーチを展開していってっていうのに、なんかちょっとうまくいかないバーンとか、ストレートの前衛に立ってる人とかに向かってバーンとか打ったりとかね、まあなんかそういうこう雰囲気にも共通してるんですけども、ある程度そのなんていうのかな、こう暗黙のルールを守りながらというか、例えばじゃあクロスは2回ぐらい続けたら、まあね、次ストレートでもいいと思うし、まあ、1回目ストレートでも、あ、これ来るよなってパターンだったらいいんだけど、明らかにこう繋いでもらってるボールに対してストレートダーンとか、こう展開もなしに打つって言ったり、あとは、まあ、相手が気使ってるな、
って思ったらこうそこにこう合わせるわけじゃないんですけどもね、例えばよくあのお話いただきますよね、あの初球の球出した時からバコってきてラリーにならない人とか、いきなりあのコーチの話聞かずにあの全あの初球からなんか球出したら前わけもなく前上がってきてドズメでボレーでバーンって決めるとかで、ボレストの時 の, あのボレーつなげる雰囲気もなくガチャンって決めに行ったりとか、まあ、そういった意味での、まあ、協調性とか、うん、まあ、あの自己あの協調性が必要で、まあ、自己主張っていうのがあの ないといいのかなっていう、なんか俺が俺が私が私がであればプライベートレッスン受ければいい話で、まあ、あとはこの古株重鎮とかになってきてもそうだと思いますよね、うん、なんかここは本当に難しい、うん、でもなんか他のコーチも言ってからやっぱあのお客さんってすごくこう騒いでる感じがするけどもすごく気使ってくれてるよねとか、まあ、コーチでやっぱり分かりますしね、まあ、自分も実際に、ね、その年代その年代、ね、その年その年でいろんなスクールでお世話になってましたけど、このコーチにこのお客さんって実はこうですよね、あそう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 なんだよねって、あのお客さんのおかげでとかね、あの人って自己中だけどねとかね、そういう話いろいろ聞くから、ああなるほどなって、自己主張と協調性のバランスって、うん、大切だな、まあ、コーチと戦ってる時にね別に自己主張するのって大事だと思うし、まあ一般的にそんな人は、うん、僕は今はあの体験でたまに見える自分うまいよって雰囲気を出す人以外はないですけどね、うん、ただまあ過去には、ね、いろいろとあって、その度に、まあ、自分も結構ね好き嫌いはっきりしてるから、まあ、いわゆるその客観視できるコーチとか何人か聞いたら、まあ、一応自分の見方は変わってなかったんだな、あの正しいんだなっていうのはすごい感じました。で3つ目ですね、まあ、レッスンとかラケットなど この変化を楽しめる人、例えば今日これやってみましょうか、それ頭ごなしに否定するんじゃなくて、あこれいいかもなとか、まあ、ラケットとかもそうですよね、この間ちょっと前ですけど、やっぱりね、あちょっと、まあ、心にゆとりがあるんだなっていうか、あ僕はそういう人好きだなと思ったのは、ヘッドからティファニーブルーの、まあ、ティファニーブルーってダメなんですけどね、あの一応会社とかティファニーさん のパッケージ見たりして、あのブームが出たじゃないですか、でやっぱあれ見た時に、いやなんかあの色がさって言ってティファニーって来た人に、あこういう人ってこういろんな変化楽しまれてる人だなと思って、僕は個人的にはいいなと思ったし、そのなんだろう、固執する服装を見ててもなんかその時その時毎回毎回違うのを ね半値半掛けで買ってるわけとかじゃなくて、普通にこう自分にこう合った服とかこう服装の変化を楽しむとか、で、持ち物とかもこうパッと見てあれとかとかね、あちょっとおしゃれじゃないとかね、うん、具体的なことを言ってしまうと、まあ、特定されてしまうと、いろいろと気まずくはならないんですけども、あおしゃれな方だなとか思ったりするし、まあ、そういうなんて大事かなって、結局レッスンとかラケットの変化を楽しめるってことは、技術においてもうまくいかないけどこの技術を習得しようと思った時に、やっぱり今できたことができなくなってしまう場合もあるじゃないですか、そういう変化を楽しめる人ってやっぱり結果的には上達すると思うので、それはとても、いいと思います。で4つ目、これ4つ目はね、まあ、いろんなコーチもだけど、自己管理能力のある人で、まあ、これ自己管理能力っていうのは、まあ、大体スケジューリングしていれば、うん、予定って自分立てられるじゃないですか、一番立ち上げの無断欠席の上にこの振り替えなんとかなりませんかっていうのを、当たり前のように言ってくる人、でも講師とお客さんの関係性でね、その人がいかに忙しいか知ってた場合とかは別なんだけど、それがやっぱり誰にでも同じスタンスで来る人とか、なんかこうあとはそのなんてこれ難しいな、自分もレッスンしてるからね、ちょっとねこれねちょっといい、なんか僕はそうなわけではないんだけど、まあ自己管理能力ね、まあ例えば、まあ、タイムスケジュールもそうだし、やっぱこう出席欠席のね、やっぱりこう連絡系統だったりそういったものって、まあ、コーチってやっぱりある程度、まあ、今だと、まあ、大体ネットとかで見れるのかな、でお客さんこのお客さんだこれしようとか、まあ、考えてるんで、その時に無断欠席とか、ね、この人来るか来る来ないかって分かってた場合はすごい困る、でその上に、なんかちょっとこれっていうのはね、もちろん関係性の上では OK だと思うんですよ、忙しい方もいらっしゃるし、ね、そんなのはただそれが当たり前のようになるっていうのはちょっと困るんじゃないかなって、いうことです。で5つ目、コーチとの距離感を間違えない人って、ね、ああなるほどなと思いまして、まあグループいたら、まあ、10人いたら10人で、ね、ずっと同じだから、10人グループがいた時に
まあ、一人の人はずっとコーチを独占してるとかありましたよ。話しかけたいけども話しかけられなくて、重鎮の男性の人が女性の人がっていうのでコーチにアドバイスも聞けなかったりとか、ちょっと話があっていうので、あとはそのレッスンの後にね、ずっとなかなかと、自分の話しかしないとか、まあ、そういう話もあったし、だからそこら辺が難しい。もちろんね、コーチによってはこう、もちろんほら人間だからね、その会社とかね、学校、まあ、いろいろコミュニティで合う合わないってあるじゃないですか。やっぱりそのお客さんと、ね、コーチでもやっぱこの、あ、こういう感じの人って、あ、好きなタイプだなっていう、あ、なかなかこうエフィカシー高くてとか、多分逆に言うとプライベートだったら多分これ俺嫌われてるのと私嫌われてるなとか、その距離感がやっぱこう大事かなっていう。かといって全部が全部確率的なね、昔のホテルマンみたいなね、この喋り方して、あれのホテルマンはホテルマンかつて、そういうこうね、格式高いホテルでこうこと言葉の使い方があるけど、でもテニスコーチでそこら辺ってこのうまく取捨選択していかないと、うん、難しいっていうので、まあ、そういった距離感ですね。コーチがこっちの人にも話さないとと思ってるのは、こうずっとこうずっと喋ってる人がね、ずっとなんかよくわからない話のまま1時間過ぎ去ってしまうとかね、そういう話も、いやマジ本当に困るんだけどとか、で結局何の話してるかわかんないみたいななったりもするから、まあ、そこら辺って結構大事じゃないかなと思います。はい、といった形ですね。今日は5つ矢継ぎ早に話させていただきましたけども、ああなるほどなっていう、だからそのね、いろんな地方でねテニスのレッスン受けたいな、どうしようかなって考えていらっしゃる方たくさんいらっしゃると思うんですけども、まあここら辺をこううまく抑えながら通ってると、そのうち仲間ができて楽しくテニスができると思いますので、はい、特に変化を楽しめるっていうのは重要だと思います。今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。Thank you.